参加しています。土井の首は磯風に 0.5 秒差の2位でした。今日この決勝で勝てるかどうか、磯風が連覇を果たすのか。船だまりから気合を入れる掛け声が聞こえてきました。まもなく6チームがスタート地点に並びます。少し雨が降ってきましたでしょうか。天気雨です。台風12号がこちら九州北部に接近をしています。今日は前倒しで大会を進めています。普段でしたら13時50分開始予定の決勝戦、まもなく開始となります。12時開始予定でしたが少し遅れそうです。現在11時59分、11時現在、長崎市の天候は晴れ、気温 30.2 度、風は北の風5メートルと発表されています。しかしこの長崎港ではもう少し強い風が吹いているように感じられます。普段でしたら南風ですが、台風の影響でしょうか、北風が吹いています。選手にとってはスタートして追い風、ターンをして向かい風、非常にきつい最後の一漕ぎ、一かきとなっています。さあ、それぞれのチームが姿を現しています。6チーム中4艇が今スタート地点に向かっています。残り2チーム、たどる台風12号の影響のため、今日はスケジュールを前倒ししてレースを行っています。平成30年度長崎ペイロン選手権大会決勝戦、まもなくスタート。手前から第1コース、黒のシャツ茂木、第2コース、去年決勝5位金海オド、第3コース、去年決勝4位福田東、第4コース、去年決勝6位エンジ色の三重澄、第5コース、3大会連続準優勝迷彩柄の土井の首、そして一番奥がディフェンディングチャンピオン、兵庫県のチャンピオンチーム磯風総遊会です。6チームが
スタートに並びました。12メートルの間隔を空けて船が並んでいます。現在船は海上に上がっています。いわゆる海上げの状態。旗が上がった。一般対抗レース決勝戦がスタートしました。台風12号を背に受けて、いずれも速さ自慢、決勝戦です。手前から第1コース黒のシャツ茂木、第2コース去年決勝5位金海オド、第3コース去年決勝4位福田東部、第4コース去年決勝6位三重住、第5コース3大会連続準優勝土井の組、そして一番奥が兵庫県相生のチャンピオンチーム磯風総雄会。スタートして30秒が経過しています。さあスタートはどうか。土井の組だ。奥から2番目土井の組が先頭を引っ張っている。それに食らいつこうと三好の差、一番奥磯風総雄会、土井の組が全体を引っ張っています。3年連続1秒差以内の2位だった土井の組、5月の相生ペーロン祭りでは準優勝、磯風総雄会に 0.5 秒差でまた負けました。しかしこの長崎の海では負けたくない。土井の組が先頭を引っ張っている。それに並びかける磯風総雄会、しかし残りの4チームもまだ負けてはいない。いずれも素晴らしいスタートって、いずれも素晴らしいスタートダッシュ。現在先頭は土井の首、第2位が磯風総雄会。しかし三重住、福田東部、金海五度、茂木もまだ負けてはいません。どのチームもまだ優勝のチャンスがあります。それでは船上リポート大倉アナウンサーどうぞ。土井の首が前半戦往路630メートル飛ばしています。そしてそれに食らいついているのが第2コースの金海五度だ。第2コースの金海五度が速い、三好の差まで詰め寄っている。そして第6コースの磯風総雄会が若干遅れ始めた。磯風総雄会が判定審ほど土井の首から遅れている。土井の首から遅れている。土井の首は3大会連続悔しい思いをした。その悔しい思いを会に込めています。現在土井の首と第2コースの金海淀、この2艇がリードしています。現在先頭は3大会連続準優勝の土井の首、そして第2コースの金海淀が伸びてきました。若くて元気のあるチーム、団結力で今年は優勝を狙いますと意気込んでいた金海淀が第2位です。現在は1位が土井の首、2位が金海淀、金海淀が土井の首に並んできました。もう三好の差となっています。そして残りの4艇もまだ一艇身から二艇身の中に全てが収まっている。それではターンで順位を確認しましょう。岸アナウンサーどうぞ。最初に折り返しターン V を捉えそうなのは第5コース土井の首、いやしかし第2コース金海淀も伸びてきた。舵を下ろしたのは土井の首、土井の首が回っている。そして磯風総雄会、三重住が続きます。最初に船を立ち上げるのは第5コース土井の首、それに続くのが第2コースの金海淀、3番目が磯風総雄会です。磯風総雄会、土井の首、金海淀がトップ争いです。全てのチームがターンを終えています。現在先頭を引っ張っているのは土井の首ですが、三好の差、第2コースの金海淀、そして3位は磯風総雄会、4位に一番手前の茂木、三重住と福田東部もまだそれほどは遅れていません。まだどのチームにも優勝のチャンスがあると言えそうです。さあ向かい風、袋 520m を制するのは果たしてどのチームなんでしょうか。船上リポート大倉アナウンサーどうぞ。袋 520m は強い強い向かい風、波を乗り越えながら2艇が土井の首と金海淀、この2艇がトップ争い、三好の差です。そしてそこに絡んでいこうというのが第6コース磯風総雄会、磯風総雄会がじわじわときた。磯風総雄会が近づいてきた。そしてさらにそれを追いかけて、まだまだ一定身から 1.5 一定身半で追いかけるのが第4コースの三重住、そして第3コースの福田東部、この2点もまだ諦めていない。第1コースの茂木が若干遅れた、茂木が若干遅れている。さあ突破争い、突破争いは熾烈、土井の首、金海淀、この2艇にさらに第6コース磯風総雄会が絡んできた。この3艇の突破争いとなっています。スタートして4分が経過しました。
トップ争いは第2コースの金海オド、第5コースの土井の首、そして磯風総雄海、この3艇に絞られましたでしょうか。スタートして4分10秒が経過しました。残りは 200m、 向かい風、台風12号の北風に勝つのはどのチームなのか。金海オドが現在先頭、三好の差で第5コースの土井の首、磯風総雄海も迫っている。この3艇の争い、福田東部 PSB モグも頑張っている。さあどうでしょう。4分30秒が経過しました。残りは 120m、 霧島でドラと太鼓の音が近づいてきました。金海のどか、土井の首か、磯風総雄海か、土井の首が優勝を飾るのか。さあどうでしょう。金海のどか、土井の首か、フィニッシュの瞬間までわからない、さあどうでしょう。土井の首か、金海のどか、磯風か、土井の首か、金海のどが1位、土井の首が2位、磯風総雄海が3位。そして福田東部茂木、三重スミットフィニッシュしました。素晴らしいレースとなりました。今年の決勝戦、最後の最後まで順位が分かりませんでした。こちら実況席からは1位金海オド、2位土井の首、3位磯風総雄海、4位福田東部、5位茂木、6位三重と実況をいたしました。正確な順位、タイムについてはこの後の本田発表をお待ちください。ただいまのレース結果をお伝えいたします。ただいまのレースは正常に行われました。1着金海オド、タイム4分56秒63、2着土井の首、タイム4分57秒15、3着磯風総雄海、タイム4分58秒81、4着福田東部、タイム5分04秒18、5着茂木、タイム5分05秒21、6着三重スミ、タイム5分05秒78、以上の結果となりました。平成30年度長崎ペーロン選手権大会、すべてのレースを終了しました。優勝は金海オド、初優勝です。おめでとうございます。さて NBC のアナウンサーで実況を進めてまいりました。昨日と今日の大会ですが、8月4日土曜日午後3時から中継録画で放送をいたします。 NBC テレビで8月4日土曜日午後3時から放送します。1時間番組です。